の真下？それは本当なの？ミエルさん。間違いないよ。5本とも全部同じところにたどり着いたんだもん。5本。でかい痕跡と荒々しい痕跡、細い痕跡と、普通の痕跡、あとは管が通ったような痕跡の5つ、まあ最初の4つはイメージつくよね。気になったのがそれらがほぼ同じところから出てきてたってことかな。ラル様がいなくなったのももしかすると一斉攻撃を受けたのかもね。そして残った管のような痕跡。それが多分元凶、それか5体目の中級エラー。とにかく5体目のエラーは今回初めて姿を出してアリシアを洗脳して動いた。間違いなく偶然ではなかったと思うよ。ねえ、今日じゃない日で分身体が足りなかったり、隠し持ってるアリシアが無事だったかどうかとか、確かめた。もし保険用のアリシアを城の地下とかに隠してたのなら、それ、狙われた可能性あるよね。だって城の地下にいたんだもん。アリシア、どうなんだ、地下にアリシアを置いていたのか。はい。城内地下最深部に。ですがなぜそんな近くにいたなら襲撃してこなかったのですか？なんで？アリシア、気が動転してるかもしれないけど思い出せ。あの城はラルの力で守られていただろ。だから元凶のエラーは城内を狙えなかったんじゃなかったのか。問題はその地下最深部。そこは全員の共通認識としてあった部屋なのか、アリシアだけが知っていた部屋なのか、それ次第ではラルの結界範囲に入っているかどうかも関わってくる。誰にも知らせていませんでした。だから私の保険分身体を保管する装置を置いていました。おそらく。ラルもこの部屋は抜けていたと思います。多分そのアリシアを餌にしたんだ。そこで知能を得て、今度は地上にいた分身体アリシアを乗っ取った。餌にしたことで情報を得ていたから洗脳することも容易だったんだろうな。だからアリシアだけが狙われたのかもしれないな。アリシア、行くぞ。あくまで憶測だ。確定じゃない？だけど確認するために城の地下最深部に向かうしかないんだ。確定だったとしてもこれはアリシアのミスじゃない。ミスじゃない？そんなことないでしょ。今は確かに罪やミスがどうこう言ってる場合じゃないよ。だけどそれをミスじゃないと言って流すのは違うよ。これは私たちが来た状態、全員が方針バラバラだったから招いた初歩的な情報共有ミス。アリシアがラル様にちゃんと伝えておけば問題にならなかったことだよ。確かにアリシアだけのミスじゃないからアリシアだけが責められる問題じゃない。だから主様はこの問題を経験して二度と同じことが起きないようにしないとダメ。ラル様の不祥事もそうだし、ソルテの曖昧さもそう、トールの身勝手な行動も、ロートの自己判断で誰にも情報を共有しなかったこともそう。全員が無茶苦茶してたツケがこうやって大事な場面で隙として生まれ、利用された、その事実だけは絶対に忘れないで。わかってる。もうここからは城に戻って偽アリシアを撃破する。そこから拠点を地下経由で向かう。最深部だけがラル様の保護から外れていた場合、少なくともそこからエラーの拠点になっている可能性がある。最終決戦なんだよ。ラル様は行方不明。戦場はアリシアがいなくなったことで情報が途絶え不安定。今いるアリシアはエラーに乗っ取られやすいからだ。つまり最終決戦には同行させれない。今の現状を把握している私と主様が城に戻るしかないんだよ。アリシアは空にでも避難してくれてないと地上全域が相手の範囲だからね。また乗っ取られるリスクが生まれる。主様、アリシアとソルテを交代して、そしてソルテと私たち3人で城に戻るよ。すでにこっちのカードで使えるのはソルテとウルだけ。アリシアは現在一番戦場にいたらダメな存在。従属数人を護衛にさせて戦場から離れてもらうしかないよ。でもな、あくまで憶測で。いえ、憶測でも私だけ乗っ取られたのは間違いありません。もし敵を追い込んでもまた私に乗り移って戦況が不利になったら、私は自分が許せません。私はソルテを探します。そしてここに連れてきてからこの場を離れます。どうかご分を、そして勝利を、お願いします。ありがとうございます。正面から否定してくれて、もしあなたが否定してくれなかったら私はまた皆さんを不幸にしていました。今まで私たちの面倒を見てくれたお礼だよ。もし成功したらアリシアの決断が勝利に導いたことになるからね。背負い込まないで。あなたも優しいですね。もちろん、だって慈悲の天使王だもん。甘やかすだけが慈悲じゃないんだよ。エンジェルコート。主様、かばいたい気持ちはわかるけど、勝つためには時に冷徹にならないとダメだよ。わかった。ソルテがいつ来てもいいように集中しておくよ。これも元をたどれば俺の責任なんだよな。俺はなんでこう多くの人に迷惑をかけて生きているんだ。同じ過ちは繰り返さない。少なくとも以前の俺にだけは負けない。だからここで俺は前を向くよ。アリシアの死体を調べたけどそこまで消滅していなかった。つまりまだアリシアの解剖を終えてなかったってところか。もしアリシアの解剖が済んでいた場合、もっと被害が膨大だっただろう。パト様が早期に作戦を開始したおかげでこの個体も慌てて行動を起こしたのだろう。
さて、ここで得られる情報はこれくらいか、見た感じ足りない、ということは第5のエラー、しかもかなり大きい。だがこの部位は一体どの部位だ？さすがに気持ち悪い。でも体内でも生命体を生成できるのか。いや私が金扱いであいつらが金を倒す奴らって感じか。なら私が暴れたらこの肉体は風でも引いてくれるのかしら。切るとよより空間を断裂させて次元ごとざっくり言ってるんだけど、回復力は最上級神の厳しいクラスか。こうなったらあの個体ごと一撃で消滅させないとダメなのよね。だけど床の肉体と一体化してるのを見るとそれも無意味そう。体内では私でも撃破は難しそうね。脱出を試みるしかないか。じゃあこの肉体を切り裂けば出口くらいは見つけられるのかしらね。あーダメだ、想像よりも分厚い。この肉壁本気で厄介だ。そもそもここがどこかの臓器なら必ず出口に繋がってるはずでしょ。少なくとも血管とか心臓、肺と貝袋みたいな類じゃない？どこだ？そもそもエラーに臓器って存在するのか？いや、いろんな生物特有の臓器関係も考慮しろ。どこだ？この環境と一致するような臓器は。ラルは考えた。だがある光景を見たラルは今自分がいる場所を正確に判断することができた。あのね、まさかクレイジーアイの目、今まであんなところにクレイジーアイなんて。あれは、原型をとどめていないけど、まさかビスアドリル。まさかまさか。ここはエラーの子宮か？だが生まれてくるのが中級エラーとも、中級エラーを生み出すエラーだというのか？それって、上級エラークラスじゃないか。中級エラーを生み落とすエラー、それが帝国を蝕んでいた正体。確かにセアリシアが私に放った技の名前は、インプラヒステリー。別の言葉に直すと、地球内。思い返せばそのままの意味だったな。名前をつけるとするなら、エラーたちの母、そして速攻で自身の子宮に閉じ込めるというヤバさ。ヒステリーマザー、かしらね。素晴らしい名前だ、ヒステリーマザー。今度からそう名乗るとしよう。脳内に直接。声のイメージはアリシアという個体からもらった。感謝している。このエルフのおかげで言語や知能を得ることができた。素晴らしい収穫だったぞ。へえ、規制があるなら少し気になるわね。あんたたちはなんで存在する？何がしたかった？目的、拠点を見つけ、そして生きること、そのためにこの星を選び、我が子を産み、栄養を届ける使命を与えた。そう、お前たちが変な名前で呼んでいる可愛い子供たちが、何度も何度も殺し、その度に私は何度も同じ子供を作り続けた。それはこの星の新たな母体としてなるために。だがここが来てから状況が変わった。今まで順調に栄養が届いていたのにお前らが浄化というふざけた行為によって栄養が届かなくなった。それどころか、私すらも滅ぼそうと動き出した。今まで順調だったのに、新たなアリシアという栄養源を手に入れ、さらなる力も手に入れたのに、それがいきなりうまくいかなくなった。歯がゆかった、腹が立った、故に私自ら出てきた。それだけのことよ。ラルを私の体内に収めたのはお前がこの場で一番強いとアリシアが認識していたから。つまり、一番強い私を封じれば、二番目に強いアリシアで制圧できると考えたわけね。初めて考えたにしては上出来ね。まだまだ甘いけど。強気だな、ラル。私はお前を殺せない。だがお前も私を殺せない。そんな中誰が私を殺せるというのか。頑張って考えたのは認めてあげる。正直私がここから出る手段はなさそうだし。でもアリシアを完全に取り込めていないお前ごときの実力、そこが知れる。それくらいなら私たちの副長でも対処可能だわ。せいぜい苦しめヒステリーマザー、お前は駆逐される。お前の浅はかな知能でパト様の策にかなうと思うなよ。そういやさ、もしニセアリシアに記憶まで奪われてたらさ、俺たちの作戦筒抜けじゃね。それを考えるのが司令塔の仕事でしょ。戦わないって決めたならせめて臨機応変に適材適所の指示を出してね、主様。いや、もう無理じゃね。だって筒抜けってことはこっちの配置全部バレてんだぞ。今さら配置を変えるにしてももう戦いは始まってるし、そもそも指示が行き届かないぞ。だからバレた上でその作戦の裏をつくような策を主様が考えるんじゃないの。簡単に言うなよ。そもそもアリシアとソルテを勝手に交換したのはお前だろ。何かいい考えないのかよ。私が一番安全かつ、一番安泰な布陣を考えた結果だよ。絶無と破壊がセットになれば力技でどうにかなるでしょ。確かに、もう力技でどうにかするしかないよな。策はとりあえずしばける奴らで元凶をしばく。戦いなんてそれくらい単純でちょうどいいんだい。
ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。